ウェイ再開、ウェイ再開って言ってる時は大体あれだよ、続けざまに撮ってる、続けざまに撮ってるっていうか再開って言ってるのがそれは続けざまだろうっていうのは、まあアホでもわかるか。あのすいません、まあまあ可愛いか、何そうでもないか。港でできるアルバイトを探してるんですけど。バイト？うちの会社では募集してないわよ。スカート短い。そうですか。スカートじゃないかもしれない。ああもっと待って、こういうさ、なんかあの街だけ作ってさ、めちゃくちゃあのなんかこう可愛いかもしれないか可愛いかもしれないか可愛いかのその女の子がただ歩いてるだけのゲームをさ、そのストーキングするだけのゲームでも割と受けそうじゃね。すいません、アルバイトは倉庫なんかで聞いてみたらいいか。すいませんが。わかりました。移動している。今なんか俺は突拍子もなくバカなこと今言わなかったか。聞かなかったことにしてください。走ってるなぁ、すごい走ってる。万歩計とか欲しいな。ワンコ休憩所じゃない、こことか。なんか入れそうな感じ。なんか入れる。えっ、何これ。第18番倉庫入った記憶がないぞ。これまでにかつて人がいる。なんだい、港でアルバイトをしたいんですが。バイトができる場所探してるさ。ごめんね、すまないけど今は間に合ってるんだ。でしょうね。そうですか。いきなりこんなバイトさせてくれって言って。君は高校生？はいはい。港じゃ高校生のバイトはめったにないよ、うん、そうなんですか。さっき高校生らしい人がいたな。ほ、彼もバイト探してた。こんなところで情報が。高校生ですか。ああ、ちょっと不良みたいだったよ。12番倉庫の方にいたな。やっぱ12番倉庫に行ってみるべきか。なんでこんなところに入れるようにしたんだろう、この18番倉庫だけ。はいはい、行こう。12番倉庫だ。12番倉庫目指そう。何のためにこのマッドエンジェルの棟梁みたいな人に会いに行こうとしてるんだろう。マッドエンジェルスの仲間だったからマッドエンジェルスに近づこうとしてるのか。で、どうすんのっていう。で、どうすんのっていうところがあるよね。ちょっと待って。地図。マッドエンジェルスを懲らしめたらいいってもんでもないしな。働きたいだけだったら、働きたいんじゃないんだよな。マッドエンジェルスを懲らしめたいんだよな。だったら、12番これか。このまま真っ直ぐ行って左に行けばいいか。マッドエンジェルを先に探した方がいいんじゃないか。働くより先にだな。働くとマッドエンジェルスがなんかこうでちゃしゃり出てくるっていうことに注目してるんであれば、働くより先にマッドエンジェルスを叩き探した方がいいんじゃないかなっていう、そんなことを思うわけですね。ういここが。すいません、13だ、あれや。港で働き紹介してくれる人、ま、たたいませんか。飛ばさないようにか。吉田兄ちゃんここの仕事思った以上にきついからよ。思った以上に。そうですか。思うまんまにきついよな。きつそうだよね。ほっ、ここら辺に12番あった。え、これでいいんか。このルートでいいんでしょうか。12月22日か。もうちょっとでクリスマスだな。あれ ?12 番倉庫に入ったけど。おもむろに12番倉庫に入ったはいいもののって感じだぞ、これじゃ。誰も人はいないし、ただ倉庫に不法侵入した。不法じゃないけど。法があるのかどうかは知らないけど、侵入しただけだな。あれ誰もいねえし。2階かな ?2 階に上がれる ?2 階に上がれたりはしない。なんだろう、あれ。あの白いの。ただのカート。
悩んでますね。あそこ上がれるかな。上がれんな。違うな。出よう。出ましょう。ここじゃない。あれ出口がわからんなった。これ出られるか。出られた。よかった。ここは出口ではないな。ちょっと待ってくれ。出口がわからん。こんな倉庫に迷子で、こんな倉庫に迷子になるなんて。こんな倉庫で迷子になるなんて。ここだ。よし。迷ってますね。このところ YouTube を立て続けに上げていたかせいか、割と再生数が増えてる。1日あたりにトータルで96ぐらい。まあまあまあクソ雑魚なんだろうけどな。でもそれよりもなんかあの一応アフィリエイトみたいな感じで広告を出せるようにしてるんだけれども、推定収益現在のところ 1.25 ドル。まあまあかなーと。 1.25 でもまあまあかなーって思ってたけど、あれなんですね。はい、何ですか。8000円以上じゃないと受け取れないらしい、ね、バイトですか。私はただの警備。そうですか。 1.25 ドル。ああ、じゃあさ、許可がないのに8000円になるのにさ、出てってくれ。まあ、一月で 1.25 ドルとしたらさ、まあ一月で 1.25 ドルじゃないけどな、二月、三月ぐらいかかってるけどな。一月で1ドル稼げれば、まあ80ヶ月だいたい12で割って7、7、6年ぐらい続ければやっと8000ぐらいの収益になるというね。バカか。こんな風に動画を上げ続けるのを6年ずっと続けてやっと8000円手に入るかどうかというこのせちがらさ。いやー、それはさすがに時間の無駄すぎるよな。アルバイト本当にした方がいいわ。葉月亮さんではないけれども本当にアルバイトした方がいいレベル。そして下手したら1日で8000円稼ぐ。6年もかけなくていい。そう考えると全然合ってないな。費用対効果に合ってないな。あれ ?12 番に確かに行ったよな。こっちから行くわけでもないでしょ。誰かヒントください。やばい、つむつむ。もし危険です。立ち止まら。わかりました。はいはいはい、来てるもんな。あの、sorry。 Oh, I'm sorry。 Oh, I'm sorry。 今は working time。 Working time。 トークしてる時間はない。そうですか。なんであなたこんなところで働いてるの。12番かと思ったけど、12番の周りになんか人がいるんだとしたら、その人にエンカウントするかと思ったらそうでもないしな。なんかあったと思うんだけど覚えてないな。すいません、聞きたいことがある。悪いですけどよそで聞いて。はい、わかりました。わかりました。いい、やばいやばいやばい。聞き間違い12じゃなくて13だったとか、そういう聞き間違いはない。聞き間違い説はない。ここらの人と話してみるか。何ですか。何ですか。アルバイトをさせてもらえないでしょうか。ダメ、私ダメダメ。倉庫いっぱいある。また来てね。話になる。すいません。はいはい、アルバイトをさせてもらえない。そのようなおぼつかない日本語で。うーん、知らないね。働けていいのか。今仕事中。あ、まあ、でも母国、また来てね。母国から雇われた人なのかもしれない。母国。アルバイトをさせてもらえないでしょうか。ダメ、私ダメダメ。今仕事中。別の人と同じ喋りしてるよ。そこの人と。警備員でしょ。この人は。すいません。なんだい。港でバイトしたいんですが、紹介してくれる人いませんか。
悪いことは言わねえ。ここの仕事思った以上にきついからよ。そうですか。さっき話しかけた人かな。さすがにちょっとお腹痛くなってきた。こんだけ展開が進まないとお腹痛くなってきた。おかしいの。あの何ですか。ダメダメおじさんじゃない。ちょっとわからないね。すいません。別の会話をしている。別の会話なのかっていう。おお。サイレンが鳴っている。こういう人は？すいません。なんだい？さっきのさ、港の場紹介して。悪いこと。ここの。そうです。このは厳しいからねっていう、きついからねっていうね。さてどうする？どうする？どうする？14番に入ってみます。おもむろに。人がいなきゃ話にならんな。倉庫に入ったってな。いなさそう。アルファ貿易はダメだった。C。食堂もダメ。12番倉庫の近くに行けばっていう話を聞いて12番倉庫に行ってはいいけど、いいものの、12番倉庫も特に人はいないようだったし、13番入ってみたけど、13番を別に、ただの倉庫をすごい作り込んでるね。なんでこんなにたくさん倉庫を作ったんだろう。倉庫のグラフィックスを作ったんだろう。こんなの入ったってなんもないでしょ。お、人がいる。ヘイヘイヘイ。あのアルバイトをさせてもらえないでしょうか。ちょっとわからないね。私また来て。ほんまだ。夕方だ。すっかり夕方。すっかり夕方になるまでもう当てどなく歩き回ってるな。なんか見逃してんのかな。見落とした？ここまでで。あの悪いけど今話してる暇ないんだ。わかりました。監督っていうのは、監督というのはどこに通じてる人がいっぱいいるんだけどね。もう一回12番アタックしてみるか。22日5時34分。手柄になりそうなことは何もない。この上とか？でも上がれないよな、多分。あの上に事務所的なのがあるかなと思ったけど、そういう作りはしてないような気がするぞ。そうでもない。そうでもなくもない。うわ。ただバイトさせてくれっていうのがこんなにきついなんて。方向が違うんかな。こっちから行っちゃいけないみたいな。やっぱり。もう一回地図を見よう。12万倉庫へのアクセスの仕方が違うのかもしれない。でもバイトじゃないけどさ、 YouTube でこうやって動画を上げて、それでまあ1日バイトする分ぐらいのお金になったらいいよな。いいよな。それぐらいの YouTuber になりたい。そんなに金が全てじゃないんだけど、金が全てじゃないんだけど、喋りでなんかこう楽しみながら、まあお金が手に入ったらいいのになっていうね。そんなに世の中甘くないですよっていう言えば、まあまさにその通りなんだろうな。地図を探してたんだけど地図がないまま来てしまった。なんかヒントないかな。久坂さん。何？バイトのことです。港で作業してる。そうですね。何のヒントもくれ。じゃあ、
出直しか、出直しかこれ。暗い暗い、だんだん暗くなってきた。もうみんな帰ってるな、だんだんと。15分近く進展がないままなんて許されんな、これは。実況として許されんな。まあ、そういう動画と思ってくださいということで。ここまで入ってない、ワンコ休憩所。本当に何の進行もなかったらこの辺でダーツして終わるか、ダーツして終わるか。ギーギー言ってる、ドレミキャストがギー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 って言ってる。ここには地図はないんか、地図らしきものもない。あ、ないな。ちょっとバイトの人に話しかけてみるか。おい、ここだ。すいません、すいません。はいはい、何でしょう。アルバイトさせてもらえませんか。時給安いよ。そうですか。男の子なんだから考案作業の方がお金になるわよ。はあ、それかいっそタレント目指さない。うるせえ。あなたなら絶対いけるわよ。いや、俺はそういうのは。男ならみんなタレントになれると思うね。それにしてもあなたアイドル系の顔ね。そうか、私と組んで歌のレッスン受けてみない。あ、見るねえわ。いや、そういうの興味ないから。もったいないよ。気が変わったらまた来て、私力になるから。そうですか。何のヒントにもならん。ひーひえー、全然だ。こんなに空振り、待ってるでもなくただ探してるな。そしてもうほぼ考えつくのは全て回ったぞ。ここも入ったからとりあえず地図を確認するためにこの倉庫群の裏に行こう。あそこに地図があるのは確認してるから、あそこだけとりあえず建物に入るローディング時間が欲しい。これとか入るもんじゃねえか。どっかにヒントが転がっとらんかな。またあの人と向こうを見ている。12番は何度も確認したよな。12番、間違いない。12番はここだな。待って、マウス出すよ、マウスを出すよ。ここですね。あ、当たっちゃった。ここだ、ここだ。12番はこっちからアクセスできるとは思えん。かといって他に12番があるとしたら、いや、旧倉庫街に12番があるか。一応真っ暗だな、暗くなってきたな。暗手が動いたかって。なんか進展させてこの動画を終わらせたいのに。あのなんだ、お邪魔して。トン、すまん、助けてくれ。はい、ビョー、ちょっとこの辺でバイトできだったら。いや、同じ会話か。そうか、ここはちょっと待って、一般の人は入れないんだ。はい、ほら出て出て。はいはい、夜7時。一旦ここまでにします。そしたら、ほなまた。